柳原愛子は、明治天皇の天寺で、大正天皇の聖母。幕末の偽装、柳原三成の次女で、伯爵、柳原さきみつの妹。畜死の女王と呼ばれた、柳原美白蓮は名に当たる。異界の正二位をもって二位の壺と呼ばれた。四五十一位を追のぶされたことから一位の壺と呼ばれることもある。名は、梅の 沢わ美天使など、1870年、皇太后宮将上老として出資し、生児を経て1873年に、県天寺となった。明治天皇の宮人となって、第二王女、梅宮薫子内親王、第二王子、剣宮、慶人親王、第三王子、民宮、吉人親王を出産したが、後に、大正天皇となる、吉人親王のみが成人できた。 1902年に天智に任官。1911年の昭憲皇太后の歓暦を祝う式典では、天智として高倉久子と共に助官の筆頭を務めた。高倉久子は皇后の時代に際して、その歩道役として実家から友をしてきた伏進といえる存在であり、明治天皇の小川助官たちを管理する役割も担っていた。九条節子が皇太子妃に決定し、 六人の展示が、その教育係となるが、柳原愛子も、その一人だった。吉人親王の即位後、1913年7月に、生三位皇后宮御用係、御内儀監督となり、1915年12月1日、ジュニーに上された。1925年5月10日、訓一等随法省を授けられた。1926年12月25日、 実施である大正天皇が崩御し、孫である昭和天皇が戦争した。1940年2月11日、君一等奉還賞を受賞。1943年10月16日、四谷品の町の自宅にて皇居。同日、11位に、ついのぶ。去年89。墓所は、東京都目黒区中目黒5丁目の有天寺にある。 明治天皇との愛の子すべてに先立たれた。柳原愛子赤に優れ、宮中加界はじめに三回戦化したという。皇太子妃時代の定名皇后の教育係を担った際は、影になり、日向になり、年若い日を置かば、石十16歳の少女であった皇后は、その温かい思いやりを実の母のように嬉しく思ったという。裁縫をよくした皇后は、この 母のベージュの祝いに88枚の美しい時代、列を集め、布団を縫い上げて送った。気配りのできる女性だったようで、夜勤当番の女官におやつの菓子を渡しながら、気遣いの言葉をかけたり、自分に来た贈答品や献上品を、宮中の下働きの女性たちに分け与えた。そのため、宮中女官たちから慕われていたと伝えられている。 明治天皇の法御後は純皇族の扱いを受け、大正天皇臨終の際、丁名皇后の配慮によって、枕部で別れを告げたという逸話を残す。柳原愛子は、鎌倉の別宅から毎日早前看病に通い、皇后は何を置いても御病室に通せと助官に命じていた。この時病室へ入れたのは皇后の意師により看護の者を除いては、皇后と皇太子夫妻、 直宮たちと、柳原愛子のみであった。病人の妻子と実望のみの病室であった。天皇の臨終の際の柳原愛子の様子は、よよとばかり、おまくらべに二極郎の蜜はしく張り詰めた木もくじけて、と、朝日新聞が伝えている。1943年の彼女の他界の際に、皇后は、品の町の彼女の家を訪れ、少女にするように、彼女の手を取り、長い間、 私が大化なく過ごしてこられたのは、全くあなたのおかげですと述べた。大正天皇が暗具であったという風説は、大正時代からあり、そのためその遺伝的な根拠を、柳原愛子に求め、非難する傾向があった。実のところは、慢性的脳膜炎が変調の原因であり、これは、明治天皇の溶接した十人の子女の死因でもある。明治天皇との御子女。 ありがとうございます。